あれ？何か抱えているけど、あれって、あ、赤ちゃん？あの人って子持ちだったの？しかも二人も。一体誰との子供なのかしら。立ち入った話になってしまうし、深入りはしたくないけど、この場合はとりあえず祝福すべきなのかしら。どうもこんにちは。話しかけられちゃった。赤ちゃんの母親はどなたですか？まさか私の知り合いではありませんよね？誤解？この子たちはケーキ屋さん一家の赤ちゃん？クリスマスで忙しいから世話を任されて預かってるだけ？そうですよね。私では早とじりしちゃってごめんなさい。男女の双子なんですね。二人してあなたの方を引っ張ってかわいい。え？私の服ですか？これは衣装なんですよ。夜に子供合唱団と一緒にステージに立つ予定なんです。それは衣装のことですよね？いえ何でもないです。あなたに褒められると顔が熱くなってしまいます。って、ああ、赤ちゃんに顔を引っ張られて痛そうです。鼻の穴に指が。二人の赤ちゃんの手で広げられて顔が変形していきます。あの赤ちゃんのお世話お手伝いしますよ。ステージまでまだ時間がありますから。一人は私が抱っこしますね。って、あれ？どうしたんですか？急に泣き出して。私が抱っこしたからでしょうか？どうしましょう。まるで火がついたみたいな泣きっぷりです。もう一人の子までつられて。よしよし、大丈夫だよ。怖くないよ。近くのギルド管理協会にお邪魔しませんか？静かで落ち着ける場所に連れて行ってあげましょう。泣き止んでくれませんね。こういう時はどうしたらいいんでしょうか？さすがに経験がなくて。え？依頼主から渡された対応メモがある？よかった、見てみましょう。まずはおむつの不快感を確認してくださいですか？ではおむつを変えましょう。まずは男の子ですね。でも私おむつを変えたことがないのですが。さすがです、手際がいいですね。もう汚れたおむつを脱がせて。男の子の大事なところが見えちゃう。間一髪で目をつぶることができました。って恥ずかしがっていたらお世話なんてできないですよね。次は女の子ですか？そうですね。ダメです。女の子のおむつは私がやります。絶対見ちゃダメですからね。今あなたがやったようにすれば。おとなしくしててね。綺麗にしてあげますからね。ここをこうすれば完成。よかった、どうにか泣き止んでくれました。ミルクもあげ終わりましたし、一段落ですね。それにしても赤ちゃんのお世話って大変なんですね。これで少しは平和な時間を。え？あれ？どうして？男の子の方が崩れ始めてます。よしよし、お昼寝の時間だよ。ねんねしようね。また泣きわめいて。どうしましょう。転生して女の子の方まで泣き出してしまいました。え？私が子守歌を歌えばおとなしくなってくれるかもですか？なるほど、それなら私でも力になれそうです。
赤ちゃんへ向けてなら恥ずかしさで歌えないということもありませんし。では行きますね。ラララララララ。赤ちゃんが眠ってくれました。よかったって寝ちゃってる。このままじゃ風邪をひきそうだし、毛布をかけてあげないと。はい、どうぞ。お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。それにしてもクリスマスに人助けだなんて。困ってる人を見ると本当にほっとけないんですね。あなたってとってもあなたらしいです。そういうところすごく素敵だと思いますよ。一緒にいられるんだから、こんなクリスマスも素敵ですね。メリークリスマス。クリスマスのケーキ屋さんってやっぱり華やかですね。どのケーキも美味しそう。どうしてこんな時に。くそ。あれ、ケーキ屋さんどうしたんでしょうか。ひどく暗い顔をしていますね。ああ、君だったのか。子供を見てもらってありがとう。そうか、もうこんな時間だったんだね。いやいや、暗いところを見せてしまって申し訳ない。あの、どうかなさったんですか。ちょっと問題が起きてしまってね。実はランドソルの外へクリスマスケーキを配達する予定だったんだけど、街道で魔物が大量発生していて通行できないという知らせが入って、どうしたものかとね。そんな、それではケーキを届けることが。そうなんだ。遠くからわざわざランドソルにやってきて、かなり前から予約をしてくれた人たちがケーキを待っているっていうのに。クリスマスケーキはクリスマスを楽しみにしている家族の幸せの象徴のようなものさ。そんな家族たちに寂しいクリスマスを過ごさせてしまうと思うと、辛いやら申し訳ないやらでね。あの、私たちで力になれることはないでしょうか。え、あの、余らせるともったいないからっていうのはわかりますけど、そういう問題ではないような。それより何とかしてケーキを注文したご家族に届けるべきだと思うんです。ケーキ屋さん、私たちに配達をさせてもらえませんか。君たちがかい。申し出はありがたいけど、君たちを命の危険にさらすわけには。安心してください。この人と私の力でケーキを待っている皆さんの笑顔を守ってみせます。召喚術で魔物を遠ざけたり眠らせたりしながら進めば目的の場所までたどり着けるはずです。さあ、早速配達の準備を始めましょう。魔物にはクリスマスなんて関係ないんですね。当たり前ですけど、突発的とはいえ大量発生するなんて。とにかくケーキをぐしゃぐしゃにしないよう気をつけましょうね。箱を開けたら飾りのサンタさんが潰れてましたなんてことになったら目も当てられませんから。今
ランドセルと配達先の中間地点というところでしょうか。弱い魔物なら召喚術で眠ってくれるのですが、そろそろ強力な魔物が現れるかもしれませんね。あ、来ました。魔物がこちらに向かって襲いかかってきます。あなたの力を貸してください。より強い召喚術であの魔物を撃退しますから。力が体の奥底から湧くこの感じ、あなたの力は本当にすごいです。風の精霊よ、魔物を退けたまえ。少し揺れましたが、ケーキは無事でしょうか。大丈夫そうですね。よかった。あ、家が見えてきましたね。あそこが配達先ですよ。すみません、ランドソルからご注文のケーキを配達に参りました。わー、お母さん、クリスマスケーキだ。配達に来てくれたんだよ。まあまあ、魔物がいっぱい出たって聞いたから今年は諦めるしかないかって話していたんです。届けてくださってありがとうございます。とっても嬉しいわ。サンタさん、ありがとう。え、あ、いえ、あの、どういたしまして。喜んでもらえてよかったですね。さあ、次のお家に行きましょう。無事に全てのお家にケーキを届けることができてよかったです。きっと今頃は皆さん幸せなクリスマスの時間を過ごしているんでしょうね。いろんな人たちからサンタさんありがとうって言ってもらっちゃいましたね。あなたがサンタさんなら、私はトナカイさんでしょうか。鼻は赤くはないですけど、私の召喚術が人々の役に立ったことがとても嬉しいです。皆さんの幸せそうな顔を思い出すだけで満ち足りた気持ちになります。本当によかった。そうだ、精霊たちにも何か感謝の気持ちを伝えられたらいいな。やっぱり私にできることといえば歌でしょうか。ありがとうございます。では歌うときはあなたも一緒に聴いてくださいね。あら、空を舞っていた精霊たちが近づいてきましたね。急かさないでください。まだ何を歌うかも決まっていないですし、少しだけ時間をくださいね。心からの歌をプレゼントしますから。